あ、まあちょっと。おばちゃんは？なんで？ここじゃないかと思って。なんで？いないから。え？そんなとこないでしょ、他に。いないよ。あの人、友達とかいないじゃない。そうなの？いないよ。遊ぶって言ったらあったくらいじゃん。そんなことねえだろ。あれでしょ？友達暗記だけでしょ？いるだろ、友達ぐらい。弟の性格わかってんでしょ。あんたがの人と遊んでんの見たことないもん。本当にいないの？いないよ。本当に？ああ。仕事してるの？してるよ。こうちゃん。知らないよ。本当に来てないの？知らないって。だってお前が出てたからこんなことになってんだろ。こんなことって？いろいろめちゃくちゃだってことだよ。あんたは勝手に散らかしてるべきじゃん。そういうことじゃなくて、私が出てったくらいで何よ。心配すんだろ。ちょっと旅に出てただけじゃん。勝手に出てくなよ。それはこうちゃんに言って順番違うだろ。いなくなったら心配すんでしょ。お前が先に黙っていなくなったんだろ。実家かな。年金暮らしの親元に帰れるわけねえだろ。そうだね。だが排水つまらしく。ねえ、お父さん具合どう？相変わらず。大変ね。ああ、年末とかさ、また親戚の人たち集まるでしょ。ああ、私さ、あんたと別れてからそのまんまじゃん。顔出そうか。は？なんで？え？あ、やだ。そして中野のおばさんとかさ、私とこうちゃんが席入れたこと知らないんじゃないの？言うわけないだろ。俺たちが別れたことだって言ってないのに。言ってないの？言う必要ないだろ。だってさ、結婚するときはお世話になりますって挨拶すんじゃん。うん。だから結婚するときもお世話になりましたって、うん、お世話になりましたってすぐその後にお世話になりますって。それも言わなきゃ。言わないよ普通。そうだ、うん、なんだよ今さらそんなこと気にして。だってお母さん毎年大変そうだなと思って手伝いに行こうかなって。いらないよ。あんたたち妖精は帰ったって何もしないじゃん正月。帰んないから。帰んないの？なんで？親戚連中だって今年はもう集まんねえよ。お父さんそんなに？実際おふくろ看病で大変そうだし、今年は静かにしてたいってついこの間電話があったから。でもさ、あんたたち兄弟だけでも帰ってあげたらいいじゃん。いろいろだってお母さんだって寂しいと思うよ。私一緒に行ってもいいし。実家のことはもういいんだって。そう。それよりお前さ、一昨年の正月おふくろから帯だかなんか
着物の借りだろ。うん。あれ返してないだろ。返したよ。嘘つけよ。別にあげてもいいんだけどねって言ってたけどさ、一応そういうの筋ってもんがあんだからさ。返したって。返した。そうだよ。あの時はほら、結婚式でしょ、私の同級生の。あんたも私たちの結婚式の時に会ってるの、斉藤恵里ちゃんって。誰だよそれ。ここにほくろのある子。知らない。なんでお前の同級生のほくろの位置俺が知ってんだよ。あれが確か3月でしょ。でその後クリーニング出して届けてくれるっていうか、こうちゃんに渡したよ。なんだよお前。離婚するつもりなんだろあいつと。書類とか用意してんだろ。どうせまあそういうの早いもんな。こうじゃん、やっぱもうダメから。どうするのってこっちが聞きたいよね。知らねえよ。なんつってた。別に。何を。だから私が出てった理由とか、私に出て行かれての反省とか、私がいなくて寂しいとか、そういった分全然。だからもうダメか。お前さ、この際だから言うけど、お前のそういうダメなんじゃないの。うん。お前のそういう投げやりなとこ。投げやりって陸上競技の。じゃなくてさ、なんつうかお前すぐ諦めちゃうだろ、いろんなこと。なんでもやっぱダメかっつって、うん、そういうのダメだろっつってんだよ。なんでな。そうだろ、頑張ろうとか人生良くしようとか、そういうの考えないと人生どうにも変わんねえだろ。でもさ、なんだよ、思うんだけど、あんたのそういう自分のないロマンもかなりダメなんじゃない。なんで今の話。だってそう、じゃあ昔からさ、どこにかまるなとかなる気もない、何の見通しもない、根拠もないまま全部ほったらかしにすんじゃん。そんなことないから、俺は俺なりに考えて手打ってんだから、いつも。そうだよね、手は打ってるけど外れるんだよね。そもそも今俺の話関係ないだろ。やっぱ兄弟だよね。こうちゃんはさ、兄貴のそういうとこ見てるから、とにかく何でも先手先手じゃん。まあそういうとこあるかもしんねえな。そうだよ、強靭深いとか不安神経症とかさ、次の日に履く靴下だって枕元に揃えとかないと眠れないようなあれだよ。そういうとこはあんたと違って安心できるかなって思ったんだけどね。じゃあそれでよかったじゃねえかよ。なんだよ今さら。何やえろ、木を見ても泳ぎずっていうの。先のことばっかり考えて頭の中いっぱいなもんだからさ、今のことがまるで見えてない。だから引っかかったんだよ、先物取引。なんだ、知ってんだ。それはさ、まああいつが悪いよ。どうせお前にも相談しなかっただろ。そうだよ、あちこちで借金してさ、ここにも返せなくて、もう首くくるしかないみたいな状況になってからやっとっちゃけたんだから。まあ言えなかったんだろうな。つまりさ、私が言いたいのは、あんたたち兄弟が先手だって後手だって、どの道目の前にあることが何一つ片付けられない。
ちょっと待って、そうやって人くくりにしたの乱暴なんじゃないの。俺に俺の考え方があって、その高一には高一の考え方があって、それぞれ必死にやってきてんだからさ、それは揃って金儲けにありがないし、お互いクズみたいな人生やってきたけどさ。うるさ。何？なんかアルコール飲んだくない？え？まだ？ビールある？黙ってらんないのかよ！それあるだろう、基本的に。うちの会社のさ、私の課長覚えてる？結婚式の時にスピーチの学校忘れて。南京玉すだれの人？違う、それ部長。じゃあ鳩出した人？違う、それ同僚の。ちくわぶ屋の人？違う。金魚飲んだ人？違う。蛍光灯食べた人？違う。なんとかだぜとか言う人？一人だ。課長、課長だろ？スピーチも原稿忘れた。そうそう、ほらここに水で伝送した人。お前の会社ほんと園芸に強いな。その課長はね、ああ、私とあんたが別れてすぐくらいかな、食事に連れてってくれてさ。デートか？うん、デートなんてそんなあれじゃないけど。食事だろ、二人だろ、デートじゃねえかよ。そんな大したあれじゃないよ。だからそういう世の中的にはデートって言うんだよ。そう？じゃあその世の中的なデートしてね。うん。だからさ、俺に女房がいなかったらなとかっていうのを。いけすかないな。いけすかない。だからそれはそれとしてさ。何がね。何がそれはそれとしてなんだよ。え？それはそれとして他に何があったんだよ。ないよ別に。ないわけないだろ。それはそれとしてって話をこっちに置いとくってことは何かあったわけだろ、日本語的に。話の前振りとしてね。前振りってなんだよ、横線かよ。本編どうなったんだよ、そっちさ言えよ。だからそれもちょっと前なんだけども、その課長の甥御さんっていうのが取引先にいるのね。また別の男の話一人に絞れよ。その人と食事に行った時にさ、そっちもデートだ。それは他の人も一緒。ちょっといけつかないな。あなたみたいな人に出会う機会があるんだったら、お見合いなんかしなきゃよかったなっていうの。ほら、やっぱいけすかない。他の人もいるのにさ、そうやって抜け抜けとこう、リップサービスっていうの。あ、これは DNA なんだなって思っちゃって。え？遺伝子学的に DNA レベルで女の人に無意識に育ってリップサービスするようにプログラムされてんだなって。何がプログラム？あんたたち兄弟もそうだなって思ったの。え？遺伝子学的に DNA レベルで私みたいなタイプの女を欲するようにプログラムされてんだなって。あ、そう考えたらさ、まあこうなっちゃうのもしょうがないかなって。でもさ、その話別れるときに聞いた気がする。そう。うん。
お前と光一ができてるって聞かされた時、お前遺伝子学的にこうなっちゃうのも仕方がないかなって思ったって言ってた。そうだったの。俺そのセリフ一生忘れない。ああそう。じゃあ DNA の話はしない。勝手勝手でしょ。あんたそれちょっと勝手じゃない。どうして。いやどうしてって分かってたけど、久々に直面して驚愕したわ。お前ほんと勝手ね。懐かしい。式便所と優先ある店ダメだって言うだろ。そう、立ち飲みでいいなんて言っても絶対嫌だって。だよな。あんたたち二人で飲むときどんなとこ行くの。あいつに譲るよ。別に俺こだわりとかないし。そうなの。結構こだわってんだと思う。ないね、ないね。だってさ、あんたと飲みに行くとこいつもつまみがそこそこ美味しくって居心地良かったよ。そうか。あんまろくなとこ連れてかなかったけどな。私、あんたと飲みに行くの好きだったの。じゃあ、こうちゃんと飲みに行くときは、あんたが売り合うんだ。そうね。何でもそうだね。何が。自分で気がついてないかもしれないけどさ、どんなことでも全力で折り合うじゃん。もう折り合ってるか。折り合ってるよ。俺が優柔不断だからさ、他の提案されたのはそれもまあいいかなと思うし、うん、そういうの折り合うっていうのはなんか別に。あ、そう。じゃあそうか。ほら、折り合った。こんなの普通だろ。そうかもしれないけど、ほら、私勝手だからさ。さあ、お前の持ち味ってやつや。優しいなと思っちゃうんだね、あんたのそういうとこ。優しいなって思っちゃって、うっかり結婚しちゃってさ。バカやな。あんたもね。そっか、俺もか。バカよね。いやでも実際さ、悪くなかったぜ。何がねがスケベな言い方。いや結婚がさ、その短かったから悪いとこ知り尽くしたりとかするんじゃないだろうけどさ。もう一回くらいしてみなよ。いや、いいよ、俺はもう。なんで、そんなこと言ったら私がうんざりさせたみたいな。そうじゃないけど、まあ、仲ないけど、一人のが気楽だからさ。仕事だってちゃんとしてるんだし、女の子いるんでしょ。やらしいよね、そうやって登場とか心配に紛らわせて腹探ろうってんだからさ。探られる腹があるんだ。いや、ないよ、ないけど。うちだって探りたくなるような腹がないけどさ、あんたが幸せでいてくんないって嫌じゃん。俺それなりに幸せだよ。違うよ。
私がいつまでも幸せになれないのはあんたのせいみたいな気がする。ん？ほんと勝手ね。そう、ないな、ぬか漬けない、今。そう、卵焼きとか作る。で、ひーって今本当に何もいらない。いや、飲むときはなんかつまんだ方がいいよ。いや、だからそうだけど、今はいらない。ほら、座れよ。考えてみたらさ、久々だよな、こうして二人で飲むの。いいけど。
けど別にとっくに切れてんだし。切れてるって言うなよ。切れてんじゃん。いや切れてないだろ。だったらなんでここでこんな風に差し伸びしてんだよ。こうじゃないから。で、あいつがいたらこんな風にならないのかよ。まあね。本当は違うこと言いたいの。でもお前なんかふてくされんだろ。いや分かってる、それは俺が間違ってんだなって。で何がっていうのは分かんないんだけど、多分違ってんだな、それは多分俺が間違ってんだなって分かってんの。でも分かんないの、話してるとこうなっちゃうのことがどういうことなのか。それは分かんないの、いつもこうなることが。分かったよ、もういいよ。暇つぶしの体なんだからそんな向きになんなくていいよ。いや暇つぶしじゃないんだよ。じゃあなーに。だって俺暇じゃないんだもん。でも俺今すごく忙しいの。いや腰据えて飲んでるし。それはやむを得ずで。どうした。こうちゃん本当はいたんじゃないの。あんたなんか酒癖が複雑になったんだ。邪魔だった。帰ろうか。右上腕と左上腕はここ。足は膝上が両方ともこんな感じ。膝下はここ。頭はそんな感じ。こうやってさ、ここ肘からこっち手ついてんだろ。
頭怖くないのに肘から先ね、これこれすげえ怖いの。やだ、何の話、気持ち悪い。気持ち悪いって言うなよ。気持ち悪いって言うなよ。光一、俺の弟だぞ。お前だってまだ夫婦だろ。気持ち悪いって言うなよ。違う、あんたが。なんだ、俺か。何言ってるかよく分かんなかったんだけど、こうちゃんどこ？だから右上腕と左上腕はここ、足は膝上が両方ともここ、膝下はこんなか。頭そこ。腕なんかパンパン、筋肉痛でさ、やっぱりノコギリないとダメだよ。包丁じゃもっと小さくしないと。やっぱ俺何でも後ろ手なんだな。
とまずノコギリを。そういうのいいから。それやったらどうするの。わかんないよ。わかんないって。だって全部できるかどうかだってわかんないだろ。手が後ろに回るって言うなと思って。いや、笑えないから。思い出すんだよ、いろんなことを。兄弟なんてさ、しんどいよな。だってつながってんだぜ、血が。血だよ。もうどうしようもできないよ。あいついいやつだったんだけどさ、許せなかったんだよ。あいつのこと大好きだったんだけど、ダメだったんだよ。なんだろうね。いや、あいつ可愛くてさ、兄ちゃん兄ちゃんつってさ、なんでも俺のやること真似してさ。だからなんか俺がいいことするとあいつすぐ横取りしようとすんだよ。おかしいだろ。親に褒められたら俺にも褒められると思ってんのかな。だからなんか俺も変な意地張っちゃってさ、つか意地悪しちゃってさ。勉強も頑張ったし、大学も国立入ったし、千葉大、千葉大だけど国立だからさ。そしたらあいつも頑張っちゃってさ、埼玉大入ったんだよ。埼玉なんだよ。偏差値どっこいぐらいなんだけどさ、埼玉なんだよ。筑波とか東大とかじゃないんだよ、埼玉なんだよ。なんか変に遠慮してんのな。でも一応国立だからさ、自慢げなの。俺と並んだみたいな感じがして。でも埼玉なんだよ。千葉と埼玉だとさ、なんか千葉の方が上な感じがするじゃない。それでなんか俺も得意なの。それでぎこちなくなったりとかしてさ。いや、就職だってそうだよ。俺いいとこ入ったじゃん。入ったんだよ、それなりとこ。そしたらあいつもさ、それなりとこ入るんだよ。いや、明らかに上とかじゃないんだよ、同じぐらいの。でもひょっとしたら上かもなっていうさ、微妙なライン狙ってくんだよ。いや、得意げなんだけど遠慮してんの。お前どうしたいんだっていうさ。いや、女だってそうだよ。俺が女と付き合うとさ、あいつも同じような微妙なラインの女と付き合うんだよ。いや、そんな張り合ったってしょうがないのにさ、張り合っちゃうんだよ。おかしくてさ。いや、でもあれだよ、直接俺の本取ったのあんたが最初だよ。うん、あんたが初めて。いや、あいつさ、あんたと一緒になってさ、必死に家族やろうって頑張ってたよ。お前もっと先のこと考えないとダメだぞって俺が言ったもんだからさ、あいつ先のこと先のこと考えてさ、後先考えないのがあいつのいいとこだったのにさ。だから変に神経質になっちゃってさ。いや、でもあいつあんたのこと大事にしてたよな。いや、してたよ。だってあいつあんたのことで下ネタ一回も言わなかったからね。俺がなんかそういうこと言うとさ、あいつむっつり黙ってさ、あいつ血持たないし笑いもしないで、あれから俺にだって気使って言うんだよ。兄貴大丈夫だから心配すんな、金あんのか、無理すんのか、カッコつけて言うんだよ。兄貴には一生返せない借りがあるからって。
いやだから俺貸したんじゃねえんだよって、お前にくれてやったんだよって言ったらさ、あいつはものなんじゃかじゃねえよってさ、あいつってあんたのことだよ、そんな風にしてまたむつり黙ってさ、いやだからいいんだよって、もういいんだよって。いやだってそうだろ、俺とあんたはさ何かがダメで終わった、それとは別にあんたとあいつは何かが良くて始まった、それだけだろ。いやでもどうしてもな、どうしてもあいつ金のことだけ、金のことだけうまくやんなかったんだよな。俺こんなケチな仕事しててもさ、一人だし全然使うあてもないからさ、そこそこ貯め込んでたんだよ。で貸したんだあいつに、お前俺の金の心配する必要ないからって、俺金あるからって。そしたらあいつそれまでカッコつけてるの全部投げ捨てて、俺金貸してくれって泣きついてきやがって。いやだから貸した、いや兄弟だもん、弟が困ってたら貸すだろ、だから貸した。全部じゃなくてちょっと、本当にちょっとだった、ちょっとだからダメだったんだよ。あいつそんな金じゃどうにもできないぐらい困ってて、俺の金盗みやがった。なあ、あんまりだろ、兄弟なのにさ、盗んだんだよあいつ俺の金、全部盗んだんだよ俺の金。いや分かってるよ、あいつあいつなりの考えがあってさ、その金であんたとの生活一からやり直そうと思ってた、あいつがそう思ってることは俺だって分かってた。だけどあいつ分かってなかったんだよ、その金が俺にとってどんだけ大事だったか、あんたを幸せにできなかった俺の人生もう一度やってみたかった。だからあんたが出てって、あいつが転がり込んできた時、ああやっとこれであの金使うことができると思ったし、それがあったからあいつに貸した。もう本当俺のやること全部が後ろでの後付けで、いやもうっていうかさ、あいつがあんたを取ったんじゃねえんだよ、あんたがあいつ取ったんだよ。俺もあいつもさ微妙で入って楽しくやってたのにさ、あんたが壊したんだよ。あんたがいなきゃ俺もこいつも、私は真ん中で置いてけぼりだ。ねえ、あんたたちの真ん中でポカーンとしてる感じ、それでもね、そうやってどうにか折り合いつけようとしてぐずぐずくだらないこと考えてるあんたのこと本当に優しいんだなって思ってたんだよ。私あんたのこと本当に好きだった、あんたのことが好きだから、あんたのこと大好きなこうちゃんのことも好きだったし、あんたたちのお父さんだってお母さんだって私のこと嫌いかもしれないけど、私本当に好きだったし、本当はアイだの恋だのそんなふわふわした形のないもんじゃなくて、消えたりしちゃわない、なんかなくなっちゃわない、なんかもっと自分のことがっしり縛りつけといてくれるみたいな、なんかがあったらいいのになってずっと思ってた。あんたと別れたのにこうちゃんとも別れちゃったら、もうこの先あんたたちがどこで野垂れ死んだって、誰からも私のところには知らせが来ないな。そのまま何も知らないで一人で生きてくんだなと思ったら、どうでもいいやって。あんたたちはどんなに産んだりしても血がつながってんのね。私はどんだけあんたたちのこと好きでいても、このままずっと
血の一滴も混じらないんだね。愛だの恋だのがなくなったら全部消えちゃう。私がここにいて、あんたがそこにいて、ここに何かあるはずなの。それが見えなくなった時に、大丈夫、ここにあるからって確かめられるもんが。作れないんだよ。あ、そうか、あ、そういうことか。なんだ、やっと分かった。だからみんな、世の中の人たちは子供を作るんだ。私、世の中の人たちはみんなうっかり子供を作ってんだと思ってた。みんな責任感あるなって感心してたのに。そういうことか。みんな怖いんだね、消えてなくなっちゃうのが。私ね、あんたと暮らしてるとき電気消せなかったの。なんだっぱら抱き合って疲れて眠るときでもさ、小さい豆電球1個だけつけてから寝てたの。全部消えてなくなっちゃうみたいな気がして怖くて。消せなかった。俺電球変える、100ワットに全部。電気代上がっちゃったんだよ。じゃあ点滴する。点滴？あ、点滴、点滴じゃなくて献血だ、献血。献血？混ざんだろ、血が。輸血だ。俺消えないし、血もあげるから。何を休憩したの？え？何そのデートした顔。お前さ、知ってる？お前結婚する前も結婚した後も俺のこと好きって言ったことないんだよ。ないよ。今言ったろ？言ったよな、今。言ったよ、過去形でね。3ヶ月くらいの頃、
俺のこと好きってバレないこと言い出してさ。言わねえよ、そんなの。言ったの、言ったのよ。酔ってたんだろ、それじゃなかったやりたかったんだよ。そうそう、酔っててやりたかった。その時そう言ったの。酔っ払ってやりたがってる男だったらそのぐらい言うだろ。覚えてないの？覚えてないよ、そんなの。私、答えなかったの。あんた、しつこくてさ、何十回も俺のこと好きって聞くんだけど、私、絶対答えなかったの。ひでえな。そしたら怒ってさ、台所行って、鍋投げるわ、フライパン投げるわ、よっしゃんがしゃ、皿割るわ、コップ洗うもひどいのなるの。俺、殴った欲しいもののためにはちゃんと必死になれるんだなって。褒めてる、うん、俺今朝も飲んだ、そういえば。昨日の夜、こいつ帰ってこなくてさ。通帳持ってかれたの気づいてたんだけど、俺もずっと言えなくて。向こうだってコツコツ働いて溜め込んでんだからさ。半分お母さんにあげる。
それとも変にいこちだよね。残りの半分あんたにあげる。なんでだよ。あんただって遺族じゃん、一応は。世の中で。でもあいつ死んだってことになんないと生命保険入んねえだろ。今気がついた。罪悪感って燃える。失踪届出した根拠もあった。そこ放り出さないのかよ。そういうとこダメって言ったのあんたじゃん。もういいや、金のことはどうでも。でも生活困んだろ。大丈夫、他のとこ見つけるから。ねえ、お前さ、俺の渾身の告白聞いてた？小切りか。ねえ、俺さ、お前とこいつと三人で暮らせないかなと思ってた。ええ？そういう風にできたらいいなって思ってた。世の中的にはありえないんだろうけどさ、でもどうせお前ビッチだしありだと思うんだよね、そういうのも。そしたらさ、小切りの他にいるもん何、軍手とかある？ビニール紐、引っ越しの時使うやつ。言ってくれたらうちにあったのに。それだけ。あとビール。いつも変わんねえよな。テレビと本棚倒れてても突っ込み出したもんな。普通おかしいと思うよな。あいつ戻るかな。なあ、どう思う？警察とか行かねえよな。今さら気合の入った冗談だっていうのかっこ悪くねえか。